清野翔子はインコースと4コースこれ取った時は頭で狙ってくださいね、はい、清野翔子はいいですよ。深尾智恵は枠構わず相手を見て、あ、ともちゃんがスタート行くなと思ったら頭で買ってくださいね、いつとは言いません深尾智恵はね、うん、まあ、西橋奈美は当然本命ですけどね、優勝候補ですからね、西岡成美ね、うん、この辺もいいですね。西橋前回途中で急に急落しちゃったのは何が原因だったんですかね。いい感じだったんですけど、ね、なんだか分かんないね、絶対優勝という雰囲気だったから、きついのがいるからね、嫌がらせのおばあさんがいるんだよ、すごい、ありましたね俺はね